どうもこんにちは。チャック・ウィルソンの健康道場、私、飯田俊介と。私はチャック・ウィルソンです。よろしくお願いします。はい、チャックさん、今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、今日はなんか激アツのトピックですね。はい、僕的には結構これすごいね、興味あるんですけども、今日は武道家精神という、テーマで、はい、柔道をやってらっしゃる方がね、多分コメントにもいらっしゃると思うので。見てる方のコメント欲しいなと。反感と反まあ、論かもしれませんけども。この間、闘争心と話しましたけどね。そうですね、闘争心のエピソードは明日出てきますけども、はい。ちょっとね、で、僕は武道やったことないので、もう我関せずっていうような感じで話を聞きたいと思うんですけども、チャックさん的にこう、なんでしょう、武道家精神っていうのはこう、どういうものなんでしょうか。まあ、簡単って言えません。あり得る面もあります。正義感もあります。礼儀作法もあります。柔道の場合には自他共栄だから、お互いに尊敬し合おう。で、加納先生は自他共栄っていうのは、まあ、勢力戦には相手力を使って倒しますから、自他共栄というのは、まあ、武道精神の流れの一つだと思うんですよ。つまり、まあ、相手を尊敬しちゃおうと。相手の陰で自分も強くなるから、相手も尊敬しないといけない。で、それを、まあ、広がってしまうと、世の中の人も、どんな仕事でも、どのことでも、それなりにみんな頑張ってるから、そのこと自体は尊敬しないといけない。一生懸命やることは、当然、武道精神の中の一つ。先によって、尊厳感っていう言葉あるわけ。尊厳感、尊厳感、人間尊厳。で、そういうような、そういう生き方しないといけない。で、その中では、尊厳感というのは、肉体的に自分、できるだけ自分を強くする。精神的に、肉体的に、能力的に。まあ、武道精神はその中に含まれてると思うんですよ。私には。で、戦おう。当たり前。で、あとは戦うだけじゃなくて、それぞれの行動を責任取ること。結果が良かろうと悪かろうというのは、責任取る。どんなことあっても。で、他人のせいにしない。すべて自分のせい。自分の起こしたことだから、自分もそれなりに特徴か、先によって悪かろうと良かろうというのは、それは自分から始まったから、それを認めなければならない。自分が、例えば試合で負けた、担任のせいとか、畳のせいとか、環境のせいとか、なんとかのせいということは、それ違反。これは、最低な、考え方。だいぶ前に私の友達が試合やってる間に、柔道にはルールがあるから、やってる間、相手がその袖こういうふうに取ってしまったから、まあ、その人は外国人だから、時たま見たんですよ。で、その相手の手を挙げて、審判にこういうアピールしたんですよ。で、審判がまあ反対向きにしたんですよ。何も言わなかった。なんかアピールしてる感じだったんで、その終わった後、僕に話聞きに来たんですよ。たくさん、着さん、先見たんですか？はい、見ました。これ違反ですね。はい、違反です。その審判が無視したな。はい、無視しました。私、どうすればよかったかな？相手を倒せばよかった。それだけですよ。例えば、相手が、引いたり、握ったり、守りに入ったり、それは相手の問題だから、
自分の、まあ、責任というか、自分のやるべきなこと、相手を倒すことだから。うん、だから相手は何であろうと、大きく、大きいとか、速いとか、どうで、それどうでもいい。うん、どうでもいい。で、結果が負けたら、試合っていうのは、あの、勝つためもそうだけど、うん、自分に勝つこともある。それは、あの、まず第一と思うんですよ。で、自分が負けたら、結局は自分の技は物足らない。自分の稽古が物足らない。自分の集中力は物足らない。全部自分のせい、認めないといけない。うん、最近は、そういう責任取ることは、まあ私から見ると、ちょっとなさすぎるじゃないかなと思うんですよ。今時の若いもんはあかんすか？いや全部じゃないよ。はい、私はボランティア活動をやってるんですよ。うん、あのもうボランティア活動も40年間、身体障害、知的障害者とか、ワーキングプアと引きこもりとか、あとあの被災があったあの、まあ、地震とか、お金集まって寄付したりして、結構若者がボランティアして、走ったりして、あのボランティアであの手伝ったりはしたんですよ。うん、だから若者全部じゃないんですよ。ただあの時たま電車乗って老人とか子供抱いてる人があの乗ってて満員電車よ、うん、で若者がその特別席に座ってるからもう無視して寝るふりして足伸ばしてもう殴りたいぐらいだよな。でもそうするともう実験になるからあの本当に言うべきだと思うよ。でもあのそれは変だけどあの僕は言うとみんなこっちの方を向かれ自分の方が悪いような気がするからだからまああのたまには言うんですよ、うん、ちょっとこのあのおじいさんとおばあさんに負けたらまああの立ち上がって許してくれる人もいる、うん、そうじゃない人なんだよなんでこの外人何言ってんだよってこう言うわけで、殴っちゃいけませんからね。暴力はダメ。はい、でも、一回やりたいなと。あかんすよ、チャックさん。それはあかん。それはあかん。ちょっと気になるんですけど、この自他共栄とか、このね、自己責任とか、こういうその、なんでしょう、あの武士道じゃないか。まあ、あの、武道精神。これっていうのは、そのオリジンっていうのはどこかあるんですか？それこそ例えば武士道とか、どこかからこう受け継いできたバリューなのか、それとも例えば柔道とかがこう独自に培ってきたバリューだったりするんですかね？あのね、私の知ってる限りよ、あのその武士道という本がかなり前、1920年あたりには あったんですよ。武士道という。はい。武士道、あ、いや、それじゃあ、もっと後かな。あのとにかく二刀米確かに間違いないけど二刀米さんというあのサッカーがその武士道とあの本を作ったんですよ、うん、でいつかどうかちょっと覚えてないけどでどっかで僕にありますけど、はい、その本が二刀米さんが確かにあのフランス人と結婚したかなフランス人もう久しぶりに覚えてない、はっきり覚えてない、確かにあの外国の方と結婚して、うん、で、ヨーロッパに行ったんですよ。で、ヨーロッパ人が、あのまあ、日本の武士道ってどういうもんですかと。うん、そして、二刀目困ってたんですね。はい、あの武道やってる人はあの分かったけど、うん、本っていうことはなかったんだね。うんそして、じゃあ、まあ、ちょっとそれからもう、まあ、勉強して、その本の書いたの。で、その本の元が、ヨーロッパのナイト。騎士道。そうそうそう。それを見てて、そういう考え方を、多い分がその本の中に入れたんです。で、間違いないですよ。間違いない。あの、同じようなもんですよ。1899年だそうです。ニトベイナゾーカ。1899年、うん、ああ。で、あの、彼女頃が
自他共栄、勢力善良というのは相手の力を利用して相手を倒します。これは最初から1882年には出たんですよ。うん、でも自他共栄その後ですね、うん。考えて。で、柔道が他の武道と違うのは、例えばまあ、他の格闘技ありますけど、他の格闘技は身を守る格闘技だから、うん、まあ相手を、まあ、場合によって痛みをつけるとか、場合によって相手を殺すとか、うん、そういう目標でやった。柔道は柔術から来たんですよ。柔術、うん。今の柔術とちょっと違うんですよね。柔術っていうのは、どこから来る武道なんですか？中国。あれは昔の、まあ、武器のない人が柔術は相手を倒す技、まあ、武道。はい、だから武芸術と武道術は違うから、武芸術を見せるためのものですから、武道が相手を倒す部分だから、彼女頃がその柔術も勉強して勉強あったわけ、うん、で柔術のそのまあなんていうな投げる、まあ、相手を痛みをつける技を全部抜いて、うん、柔道を発明したわけ、うん、だから柔道は最初から体の心を強くする、で相手を倒すのけど相手を痛みつけるのはない、当然命取るのはない、うん、できないことはないよ、うん、でもその目標は違うから、うん、だから柔道は武道であるんだけど、武道のいいもの、うん、いいものというのはその先ほど言った正義感とか、うん、正しい存在とか尊厳感とか、そういう、まあ、偉い気持ち、うんうん、人間というのは面白いんでね、低い部分がいっぱいあるわけ、低い部分、はい、人殺しとか人いじめとか、もう子供にそういうような最低にやつ、そして偉い人もいる、うん、柔道はその偉いことを優先にしてるから、だから立派なんですよ。だから肉体の部分が、まあ、年をとっても体が当然20代と同じようにはできません。でも精神状態は継続してるはず。生き方。柔道は柔らの道だけど、その生き方を教えてくれるわけ。責任取る。相手は怪我する、例えばどう、僕はね、子供の柔道を教えてるんですよ。はい、で、たまにはその授業の中で子供がちょっと怪我する、軽い怪我するから。で、泣き出すわけ。で、子供たちみんな言うから、いや、私のせいじゃないと。でそして、僕ちょっと怒鳴るから、みんなのせい、うん、みんなのせい、それより、傷んでる人の状態どうなってるかどうか、それ先に心配した方がいいじゃないのよと。なんかそこですよ。で、子供からそのぐらいの正しい感覚。で、正しいというのは個人解釈はないと思う。うん、柔道はちゃんと正しいというのは何だというのを教えてくれるわけ。うん、痛み。体が痛くなってくるわけ。当たり前じゃん。柔道ほら、体が、まあ、ぶつけ合うという言葉はちょっとそうではないんだけど、でも技かけるんでしたら体がまあ接触するからね、当然にはちょっとぶつかったりとか怪我したりとか膝ひねったりとかするから、その痛みが僕に言わせるとその痛みが教えてくれるわけ、私の技のかけ方間違ったとか、私は体を鍛えるのは不十分とか、あとはその、まあ、痛みに負けてしまうんだったら、あ、精神的にまだ自分が弱くなってると。武道が逆に教えるわけ。痛みは当たり前だから。痛くない、もう痛みを感じたくないから最初から来るな。やりたくないんだったら来なくていい。だからだいぶ前に柔道のね、白柔道着とか色の柔道着あったんですよ。で、そのシンポジウムも出たから、まあ、僕はシンポジウムの中の一人。で、その時は河野官が司会やってた人が河野官の当主官の管理人さんと
あとは、女性柔道の優勝した、名前忘れて、山下先生も言ったし、僕とあとあの、文部省の人、山口薫さんも言ったわけ。前はあの女子の世界選手権取ったかな、世界チャンピオン取ったわけ、だいぶ前に。でその時あの柔道着は色にしますか白にしますかとか。で、あの柔道のない人を言ったのは、いや、あのそれはあのテレビ映りが悪い。テレビ映りが悪い。もうバカ野郎って言いたかったんだよ。テレビを映るために柔道じゃねえんだよと言ったんだよ、思わずに。で、あとは、まあ、審判が判断しにくい、うん。審判が勉強すればいいんだよ、もっと訓練すれば。正しい判断をやれ、まあ、あの下すためにはやればいいじゃないかよ。で、全てそういう見方は変ですよね。うん、変です。柔道その純粋なあのまあ彼女を救って柔道はその素晴らしいものにそういう見せ方ばっかり考えたんですよね。うん、あの時僕言ったから、いやあの柔道着や色を変えてもそれ決めればいいんですよ。うん、ただ最初から白っていう意味があったはず。うん、あの純粋な白、うん、心は白。うん、でも心は鍛えてるから、うん、最初から心はグレーの色かもしれない、うん、正義感やればやるほど自分を磨く、うん、なるほどね、自分を強くする、自分正しい判断をもう言えるようになると、うん、周りの状態どうなってる考えながら自分さえ良ければいい、それこそアメリカ今ね、うん、自分さえ良ければいい、あんな最低な感覚は私とジムでも理解できない。だから、この、なんでしょう、柔道の、そのね、重んじるこの、まあ、美徳とでも言うんですかね、あのこの価値観っていうのは、他の、あの、なんでしょう、例えば剣道とかね、空手とか、他のその、武道だと、こう違った価値観をこう持ち上げたりするんですか、それとも、例えば柔道の中でも違う流派とかあったりするんですかね、その辺はどうなんですか。いや、あの、柔道の流派はない。柔道は柔道しかない。うん、で、剣道は同じ剣の道だから、同じようにはあの純粋な考え方だと思うよ、剣の道。それこそ武道だと思いますよ。なるほど。間違いない。うん、私あの、あるところの剣道部と柔道部の体力を面倒見てるから。はい、で、その剣の道はあの、それは間違いない。すごいですよ。柔道と似てるんですか？もっと長い歴史があるんですよね。うん、だから、柔道の前に剣道があったんで、剣の道があったから。だから、柔道の前にはその武道っていう心があったはず。うん、でもしかしたら、あと、もしかしたらよ、あの、彼女頃は、そっから、あの、まあ、ちょっと真似した部分があったかもしれない。うん、でも、あの、彼女頃は柔道を救っただけだよ。別に武道を救ったんじゃないから。うん、ただその武道の中のその精神状態は武あの柔道の中に入り込んでは間違いない。うん、あの自他共栄で。なるほど。僕の感じですよ。はい、ただもともとそのあの武道のあの剣道の詳しい人とか歴史の長い人があれば、あのオイズムにもどうぞどうぞあのコメント言ってください。うん、で、あの空手とか、はい、空手は格闘技、まあ柔道は格闘技って言ってもいいんだけど、あの格闘技というのは相手を、最初から相手を殺すか、うん、相手を怪我するとか、身を守るあれですから、うん、だからまあ、あの、今はその空手やってる人はちゃんとしたあの先生は当然、あの、僕の心を持ってるはず、うん、持ってるはず。まあ、武道の道を忘れてる人も、あの、武道やってもやんなくても、道を外れる人が多い。うん、道守るのは簡単じゃない。その生き方。うん、あの、高いモラルと、あの、自分は正しい道を走るのは、世の中難しいですよ。うん、世の中難しい。
妥協が最近多いすぎる。妥協。何でも妥協する。で、道歩いてちょっとまあ変なやつ言うんだったら、何もまあ片付けまで。片付けるべきかとかわからないけど、何もしないで、昔は片付けたと思う。で、酔っ払ってしまったから、まあ、酔っ払いが僕から見ると、あんまり、まあ、個人意見。僕はやったことがあるので、何とも言えません。前にはね、ある警察、に柔道計画まあ、稽古をしに行ったんですよ、うん、でなんか大きな事件が終わったばっかりだから若いやつは、まあ、かなり飲んでた、うん、で僕は柔道の、まあ、練習、まあ、しに行ったんだから柔道、まあ、道着を持って入ったんですね。これは警視庁ですか？いや、ある警察署。ある警察署、はいはい、うん、でまあ、若い警察官だから、うん、で、おそらく仕事も、もう終わったと思うし、で、酔っ払ったし、で、その時テレビは少し出たし、うん、で、ある若いやつ、あ、チャック・ウィルス、あ、ようこそ、ようこそ、じゃあどうですかとか、おい、それでも警察官よ。怖え。うん。立派立派、事件があればどうするんだよ。これは警察署だろ。うん、立派立派。さ、もうみんなチューとしていた。ちょっとやりすぎたんじゃないかなと思うね。いや、大変だ。まあでもそれ気持ちだよ、おい。な？うん。今笑えるけど、うん、当時はあんまり笑えなかったね。あのね、チャックさんの中で この人が今まで会った中で一番こう武道家精神が素晴らしいみたいな感じで、こうチャックさんが一番こう尊敬しているような人とかいたりするんですか？生きてる人でも過去の人物とかでも。もう山ほどいるよ。山ほど。お、山ほどいる。マルチ柔道クラブで、まあ、まあまあ、キャプテンというか、うん、阿部選手が結構強いし、うん、まあ、厳しいようですよね。あ、阿部選手ですか？阿部選手、あと本田選手とか、あとは誰かさんにいつも聞いてる？誰かさんですか？いつもライブとかうちのあれを見てる。あ、松浦さん。はい、いつも最初からやってる。だいたいあんまり言うと本人がちょっと恥ずかしいかもしれない。でもあれですよ、マルチ柔道クラブに来てる人は結構真面目に、うん、尊敬しますよ、みんな。皆さん素晴らしいですか？で、気に合うと気に合わないはどうしても主張が合うんですよ。合うと合わない人いるわけ。うん、でもマウンジ柔道クラブね、平均年齢高いんですよ。うん、で、体が、まあ、強いか強くないで別として、ちゃんと毎日汗をかいて一生懸命にやってるわけ。で、僕はその終わった後飲み会に行くと、僕はそういう趣味がない。でもみんな尊敬してるよ。みんな尊敬してる。若くても、中高年でも年でも一生懸命やってるんだよ。で、子団者大会には年配の方多いんですよ。もう八段はもうなかなかその額はないんだよ、普通の試合には。全日本大会八段でもやっていいと。で、八段でまあ戦おうか、まあ、立てるかどうかの話で戦うよりは。でもちゃんとマットの中心で、畳の中心で一生懸命にもうやってるんですよ。それも尊敬しないといけないんですよ。柔道は死ぬまで。僕は死に方、今この年で死に方想像するんですよ。その中に一つは、
柔道の稽古とか試合やってる間に心筋梗塞でもなくなってしまう、もう最高の喜び。快適ですね。いやでもね、行けなくないですか柔道に。あ？それ逆に柔道行けなくないですか。いや全然全然。おあの我々みんな死ぬんですよ。まあそうですね。運が良ければ死に方は選べる、うん、もっと運が良ければ柔道やってる間に、うん、亡くなっていい、うん、かあの試合があって勝っても負けてもあの柔道の試合の中でね勝っても負け、うん、負けあの勝っても勝つ負けても勝つ、うん、と言うんですよ。なるほど。負けちゃうと自分弱いとこ教えてくれるから、うん、だからそれはあのそういう見方にしないといけない、うんうんうん、だからそれをまあ試合あって勝って家に帰ってさあちょっと疲れて寝ようとそのまま行っちゃうのもそれは最高だなと思うんですよ。それはいいライフレッスンですね、あの柔道の試合でもそうでしょうし人生でもこう失敗した時にそれで何かこう、学べたっていうことでねポジティブに解釈できるかどうかでこう立ち直り方も違いますもんね。まああのまあ立ち直られるんですよ、ね、でも人間は一人だけじゃないからね、あの周りの影響もあるし、あのまあ、あの自分のまあ子供とか奥さんとかそれはいるから、あの失敗は許せない場合もあるからね、うん、だからこれは辛いと思う、うん、だから武道精神があってもそれで人生うまくいくという限れない、うん、限れない。でもまあそれはあの運命と思った方がいいと思う、うん、自分だってあのもう僕の人生は波乱万丈だから、うん、波乱万丈だっても柔道は波乱万丈じゃないよ、ずっと柔道やってるからそれは波乱万丈じゃないから、少なくても経済的とか他のものどうなってもそう分かんないけど、でも柔道少なくとも柔道がもう理想的な状態でそれ入ってるから、それはあの身のまんまでできるんですよ、うん、あの戦う精神っていうのは世の中あんまり受け入れないんですよね。それは暴力とみんな言うんですよ。人のために戦うは暴力じゃないと思う。だからあの武道家でしたら自分のために戦うから周りの人に戦うとその結果が周りの人間の影響に与えると最高の存在じゃないかなと思うんですよ。まあ、あのこの話は、ちょっと水臭いかもしれないけど。あ、いや、素敵です。うん、まあ、 あの、なかなか聞けないよ、最近ね。うん、なんか大体あの、こういう話、大体心の中でしあの絞るんですよね、うん。あんまり出さない。今の若い人は何をしたらいいんですかね、この武道家生活を受けるの。バカにすることもあるから。バカにする、はい。だから、そういう人たちには、この言葉はずね、あの、豚に真珠。豚に真珠、はいはいはい。それはあの、説明してもしょうがない。理解する人は理解する。そうですね、でも確かに理解しない人がもう勝手にしろよと。確かにこう堅苦しいって言ってね、告白する多分若者もいるでしょうけども、うん、でもね、見捨てちゃうのもあれだと思うんですけど、何かこうね、できることとかあるんですかね、どうなんでしょう。教育の問題なのかな、どうなんだろう。あのね、武道精神とかそういうそれなりの生活を表とすれば一つのチョイスなんですよ、うん、選ぶ、うん、で、あのたまにはそのあのまああの丸の内柔道クラブにはたまに初心者来るんですよ、うん、その人を応援にみんなに教えるんですよ、うん、来ない人は来なくていい、うん、こんなの素晴らしいものを経験したくないと時間がないとかね、興味ないだったら興味なくていい、うん、無理やりしなくていい、うん、だからあのそれやれば
人は良くなると私は思う。うん、先によって正義感は生まれるし、あの世の中の見方はなあの、まあ、治ると思うんですよ。うん、な肉体的なことだけじゃなくて精神的な。ちゃんと説明すれば、その人変わる。僕は変わった。うん、僕も15歳までも3年間でもチンペラだで。悪いグループに入ったり、少年監修、刑務所に何年入ったんですよ。うん、武道のその三船銃弾とか、あとはあの船越空手の先生とか、あの上島森平の本で読んだから、昔の侍こうだから、今の武道家がこういうような心構えですよと、これは立派だなと、こういう人になりたいなと思ったわけ。で、柔道がうまくなるかうまくならない、それどうでもいいわけ。どうでもいいってことないけどね。強くした。若い時には当然、トロフィーが欲しいとか、大会に優勝したい、どうのこうのやわけ。年を取れば取るほど、どん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 その、まあ、その自治競技の方が魅力ですよね。あと、タカさん、この間おっしゃってましたよね。こう、段が上がれば上がるほど、その、なんでしょう、それこそ精神面、強さだけじゃなくて、そのね、美徳の部分がより大事になっていくっていうことをおっしゃってましたもんね。ちょっと違います？ニュアンス。いや、段に上がる前には、うん、あの、いい、僕もまね、僕の先生っていう言葉が、はい、まあ、七段になった、うん。で、先生になったと。で、僕より、あの、わざ上手い人は山ほどいる。うん、で、技の説明が山ほどできると思う。うん、こういう話は、ぜひ してほしいなと。うん、若者が僕は若い時と同じように、それを惚れてしまうわけ、うん。それこそ日本じゃないかなと思うんですよ。チャックさんが惚れたのはここのところですもんね。そう。うん、そういう素晴らしい心を僕には惚れたわけ。うん、西洋にはいるかもしれない、僕の周りはいなかった、うん、逆だった、もう魂は腐ってた人ばっかりだったよ。でそれはあの重労見つかったからあの治ってよかったなと思うんだ、うん、で私は今自分の人生を見ると15歳を操作した自分を近くなったなと、よかったなと思うんですよ。うん、まあ、また、戦いは永遠だよ。自分との。こういう話はいいんだけど、あの、明日は何をするかどうかは分からない。うん、でも、これだけは、心の、まあ、しまった。これ、あの、まあ、あの、自分の、まあ、本念っていうか、うん、本心、うん。あんまり人とは、あの、こういう話しないね。うん、人としない割にはもうラジオで大公開ですよ。聞いてくれたんだからしょうがないんだよ。お前のせいなんだよ。聞いてくれたんだよ。しょうがないんだよ。聞こえてよかったよ、おい。モードがひどくなる前に終わっちゃいましょうか、もう。ですね。はい。そのものでした。いや、いいですね。なんかすごい親身に来ました。はい。うん、明日のね、明日放送の闘争心も結構、なんでしょう、僕もこう、なんでしょう、このチャックさんの一面、すごくね、好きなんですよね、この精神論というか、そこあるわ、あるわ、好きやったから。何を。まあ、あんまり、あのね、単純に、僕はこういう人間だから、皆さんこういうふうに7歳と絶対に言えない、うん。僕にとって武道家は最高なあの人間状態と思ってる、うん。ただ、この世の中それだけということもないと思う。うん、みんなそれぞれの道は、それぞれの道、みんなそれぞれの道ですから。うん、ただ、考えれば人のためっていうことはものすごく重要、うん、
我々人間はそれで人間性は決めるから、人間のまあ価値がそこに決めるから、どのぐらいの人間性があるから、どのぐらいの鍛錬のために自分を偽善にしてもいいという気持ちがあるかどうかと、それは最高的に人間の価値と思うんですよ。で武道はそれ一つのまあ理想、でもそれしかないということはないと思う。だから、あ、チャック・ウィルソンはこういう人だから真似しようということはしない。自分の道見つかって、自分の正しい存在を自分で探すべきだと思う。武道それも教えるから、ね。自分の行動は自分の責任。それを自分を選んで自分のその道を走っていく。それも武道の心だと思う。良かろうとか悪かろうとか、責任取ってやる。はあ。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、今日はこれぐらいにしておきましょう。すごく、なんか名言が たっぷり詰まってたような気がします。あと、チャックさんのこう。重量戻ると。おい、たくさん、なんていう水臭いこと言ったんじゃなくて、絶対に言うからね。そこはね、もう、水臭いという人もいればね、来る人もいますよ、きっと。まあね、まあね。はい、じゃあ、これぐらいにしておきましょう。皆さん、今日もたくさんのコメントありがとうございます。チャックさんも熱い話をありがとうございました。はい。はい、じゃあね、チャックさんも。マツルさんもコメント入った？入ってますね。今日は皆さん、たくさんコメントいただきました。はい。松浦さんはその、マルチ柔道部の一人のリーダーですからね。あ、松浦さん、今日もありがとうございました。吉田さんも坂巻さんもたくさんコメントありがとうございます。はい。じゃあね、まあ、今日のエピソードが良かったって人は、ちょっと明日の正午配信の闘争心のエピソードも多分、なんでしょう、好んでいただけるんじゃないかなと思います。それもまたちょっと精神論にちょっと走ってますので、最近。健康道場が。このトレーニングにも通り、このトレーニングにも通りましょうね。はい。はい、ということで、はい。じゃあね、チャックリさんの健康道場毎日正午の配信となっております。最近ね、Apple のポッドキャストでも聞けるようになりましたので、流し聞きにはちょうどいいプラットフォームなのでね、電車とかで、なんかこう流し聞きしたい方はぜひApple のポッドキャストから聞いていただければと思います。これから YouTube にもね、Apple のポッドキャストのリンクとかしていきますのでよろしくお願いします。でね、今日これライブ配信ですけども、火木土の7時半からライブ配信になっておりますので、ライブで、コメントとか質問しながら聞きたいという方はぜひこちらからご視聴ください。はい。でね、この情報がいいなとか、なんか響いたなっていう方は、ぜひ、シェアをしていただければ大変嬉しいです。このね、シェアとかが我々の力の源ですので、よろしくお願いします。はい。では、今日皆さんたくさんありがとうございました。チャック様ありがとうございます。今日は以上です。はい。こちらもありがとうございました。失礼します。はい。はい、それではまた次回まで。さよなら。また、さよなら。